ニューヨークさんゲーミングの動画を視聴する際は iPhone の音量を少し上げましょう。はいどうも皆さんこんにちはこんばんは、ニューヨークさん ITN でございます。初めての方はじめましてね。さあ今回はですねちょっとね実験的なのも兼ねてコグプロがねどのくらいアップデートが来て強くなったのか試してみたいと思います。はい、まあ今のは大体3発ですね。まあ後ろを取れば3発で殺せるということは発覚しました。こちらもね、まあ、多分3発です。多分まあね大体奥さん的には4発3発で解ければ十分かなと思ってます。あいてててて、ちょっと画面が暗いな。よしこれで OK。 いや早速 AR 使ってますね。もう AR すごい強いんですよね。ほんと MC3 の ZN ぐらいなんですよね。ぶっちゃけワンチャンレッドより強いかなって思いました奥さん的には。さてさて今上に一人いますね。これはレッドですね相手。ちょっと一応バーサーク使っていきましょう。おおバーサーク使ったら多分2発じゃないですかね。これワンチャン、いやでも2発だとしようなちょっと強すぎるような気がしますねこれ。んどこだ裏か。んなんか撃たれてるぞ。どこだ。あっいた。あでも待って覗いた。完璧に2発だこりゃ。すげえこれは強いな。2発か。淡々で終了ですからね。もうあいててててよく来た。ほっわっ強え。ボボ打ち強え。いやまずあの覗いたら強いんでね、ボボ打ちがとても強いんですよねコグプロは。はい、というくらいまあ実験的な感じでね兼ねて今こうやってやってるんですけどね、まあ要するにコグプロは強すぎです。はい以上です。まあ早速ね結論を述べてしまったらちょっと面白くないんで、まあもうおーっとクラウンジの通知が来てしまってってことはもう一回来そうで怖いな。中で戦ってます。あいててててて後ろからも撃たれてる。まだまだ後ろいる。えどこどこどこ、ちょっと待って、落ち着け落ち着け。え、あれ死んでない。おら待って、もう一人来た。勘弁してくれ。やっぱり、あ、来た、やばい。うわ、ネイルか。でね、ちょっと皆様にね、ちょっとお伝えしたいことがね、いくつかあるんですけどね、まあ、そのうちのね、一つ、とても大事なことがあるんですけどね、そのとても大事なことはちょっとね、動画にまとめて皆様にお伝えしたいと思います。あ、やばいやばい。ちょっとアイムが荒ぶ、おー、降りてきた。うわー、来た。また一回下がろう。ちょっと待って、やばいやばい、ネイル危ない。めっちゃネイルのダメージ食らうんやけど。ここで一応バスアック使っておきましょう、念のため怖いんで。よし、あ、強え。マジ強え。バーサック使ったら、あーちょっと待って、ちょっと勘弁して勘弁して、正体やめて正体やめて、ちょっと危ない危ない危ねえ、殺されるんですんだ今の。危ねえ、しっかりバレてるっていうね私の位置が。しっかりバレてるっていう赤点ついてたから。いやでもやっぱ接近戦も強いです。正直レッドの方いいんじゃないかなって思ったんですけど、接近戦とかね中距離戦のこと考えたらコグプロの方やっぱ強いんじゃないかなって感じですね。でも遠距離だったらやっぱ AR かレッドが奥さん的にはかなり強いと思うんですよね。あやっぱ瀕死状態やったらもう完全に一発で死にますねコグプロだったら。ああやばいやばい。じゃあ覗いて、あ覗いたらほんとしんどげだ。だって5発しか撃ってないうちの何発だろう、3発か2発しか撃ってない、当たってないんじゃないかな。え5発撃ってそのうちの、うい、って待って、ネイル飛んできた。ああどこ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 、これね、やっぱグレネードあの投げた人のマスクつけた方が強いんじゃないかな。ならワンちゃん、なんだっけって、あれ、消防車、消防車、ちょっと感じま、ちょっと消防車、ちょグレ見せてしまった、しかも、消防車のマスクつけた方がワンちゃん強いんじゃないかな。ならだったらみんなグレ投げてくるから、あ、強え、下降りる前に殺せる、これ強っ、走れとかまたきちってますからね、コグプロ、あれあれあれ、あちゃ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 。アーマー、部分アーマーほぼほぼ揃ってる人だったら覗いてワンチャン3発かな。多分2発で 14% のカットだから、 14% じゃなくて 14% 残ってますから。あですね、エブドナイト、おお、ててててて、待って、狙われてる。あっ、強え。あっ、強え。これ犯罪だわ。あっ、強え。これは犯罪だわ。やばいな。これ安倍総理も驚くわ。これ通用通用みたいな感じで、いや、そんな喋り方はしないな。我々日本国民はこのような強い武器を使っても良いのでしょうかみたいな感じで来ると思うんですよね。オバマさんあたりはなんかこの武器強すぎ、日本人ファッキーみたいな感じだと思いますね多分。私もこの武器通貨あるみたいな、あるとかは言わないと思うんだけど、ちょっとね奥さん最近ね体調めちゃくちゃ悪いんですよね。まあいつものことなんで、ああ危ない危ない危ない、ちょっとネイル飛んできた。おいるいる、あ取られた。どこだ、あいたいたいた、えい、つえつえ、マジ、ちょ、待って、やばいやばい、なんかネイル飛んでくる。インパクトか。どっから飛んでくるんだな、インパクト。あ、いて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 。強え。マジ、しんどけん、ほんと。これ、ほんと強いな、コグプロ。マジ、やばいっすね。で、奥さん、パックね、3つもらったんですけど、イベントで。3つ引いた瞬間、サンタの足とサンタの腹が当たったんですよ。はい。3つでその引きってやばくねって、順で思ったんですけどね。サンタのね、頭がないんすよ。で、フルアーマー揃わないんすよ、頭がなくて。はい、というわけでね、今回20キロなんですけど、コグプロの方を使っていきました。まあね、まあ、やばいです、とりあえず。はい。
まあ、コグプロ持ったら、まあ、とりあえず持ったらというか、コグプロ安牌武器ということで、指定物ということで、安牌指定物ということでいきましょう。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。